韓国の裁判所が職権乱用の疑いが持たれているチョ・グク前法相への逮捕状の請求を棄却したことを受け、韓国メディアは検察が追加の捜査をした後、逮捕状を再請求するか在宅起訴するとみられると報じました。チョ氏は容疑を全面的に否認しているほか、検察の権限縮小を目指す検察改革を進めたい大統領府も捜査に反発しています。今後、検察との攻防がさらに激しくなりそうです。